薪が揃ってるじゃないか。これならうまい米が炊けそうだな。米を炊く？そうだよ。そのために薪があって炊事できる場所を教えてもらったんだ。米炊いてどうするつもりや？どうするって決まってるだろ。食べるんだよ。おい義経、用意してきたか？はいはい、道具も調味料も脚本も全部揃っていますよ。え、義経がお米を炊くの？あ、じゃあ弁慶は？私は食べる専門だ。あ、そうなんだ。まあそうよ。妹に料理の腕なんか期待しない方がいいですよ。我が妹は武器集めと片付け以外に得意なことはありませんからね。うるせえ、余計なことを言わずにさっさと米を炊けよ。はいはい、本当に人使いの荒い妹ですね。そこに伺えないんですか？米だけ食べるんか？そうよね、お米だけ食べるって味気ないわ。光もまだまだお子様だね。義経、例のものは？ええ、用意してありますよ。おお、これこれ、いい具合に使ってるじゃないか。これって何？梅干しだよ。梅干、なんやそれ、食い物なんか？これは果実を塩で漬けた保存食ですよ。こいつを具にして炊きたての米でおむすびを作る。これがもう最高にうまいんだよ。おむすびは知ってるけど、梅干しって本当に美味しいの？ああ、うまいぜ、食べてみるか？おお、なんか柔らかいんだけど。ちょっと、水をちょうだい！水！なんなのよこれ、本当に食べ物なの？毒じゃないわよね？毒なんかじゃねえよ。どちらかというと抗菌作用もありますし、体にいい食べ物ですよ。ったく、なんで誰もこいつのうまさが理解できねえかな。青空の下で食べる梅干しおむすび、もう最高なのによ。どうだドライバー、あんたも一つ食べてみるかい？さっき片付けが得意って言わへんかったか？あ、なんだよその意外そうな顔は。意外なのよ。なんだどこら、私が片付け上手で何が悪いんだよ。落ち着きなさい弁慶。実は妹はこう見えてもかなり几帳面な性格でしてね、物は決められた位置にないと気持ちが悪いとか、集めた武器は小さい順番から並べないと気が済まないとか、本当にいろいろと細かいんですよ。あのさ弁慶、あんた、そんな性格してて几帳面っておかしくない？はぁ、光、お前喧嘩売ってるのかよ。ああ、そっか、光ってあれだろ、片付けられない女子なんだろ。そんなことないわよ。いるいる、可愛いしてガサツな女、そういうのが一番始末に負えないんだよな。なあドライバー、あんたもそう思うだろう？そりゃまあな、綺麗好きな方が好感度が高いんとちゃうか？うるさい、真面目に答えるな。どうだい光、素直に頭を下げるなら今度私が片付けの極意ってやつを教えてやってもいいぜ。
絶対にお断りよ。レックスに嫌われても知らねえぞ。